こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございましたって終わっちゃいますね。特別定額給与の情報が今ないんで、そうですね、待ってる間にこんな稼ぎ方がありますよっていうのは今日もね、紹介しちゃいます。今日はね、外食をすると儲かるという話なんですけども、ファンクルっていうサイトご存知ですかね。私がね、これもう2012年から使ってるんですけども、ですから8年になりますかね。で、2014年にやり方をまとめた動画っていうのを撮ったんですけども、この動画がね、今よりも下手でちょっと見にくいかもしれませんけども、この度ちょっとね、3本くらいを連結してお見せしますんで、多分これ見たらやり方わかると思うんですよ。まあですんでね、まあ、ファンクルってサイトにアクセスしてみて、ちょっと外食行ってみたらね、いいんじゃないかなと思います。外食に行くと、まあ今 GoTo なんとかってのありますけども、あれとは関係なくですね、あれも併用可能です。外食して、その外食した料金の、使った料金の半分ぐらいがキャッシュバックされるということなんですよ。まあお店のね、感想とかアンケートをちょっと書かないといけないところがありますけども、でもなんか経営に参加できるみたいで、結構好きな人いるんですよね。私結構好きなんで、もう細かく使ってるんですよね。毎月ね、2万円ぐらいはずっとそこからね、バックいただいてるんですよ。まあ、ですので、外食すればするほどお金も貯まっていくみたいな感じです。このファンクルってサイトもやっぱりポイントが貯まっていくんですけども、そのポイントをまあ変換してね、ゆうちょ銀行とかに振り込んでいただいて現金になるわけなんですよね。まあ、非常に簡単でやりやすくて人気です。ただね、まとめた動画が結構ね、昔ので汚くて見にくいかもしれませんけど、それはちょっとご容赦ください。それからだいぶ前ですかね、6年前の動画なんで、なんと言いますかね、ちょっと時代を感じさせるところもありますので、そこはご容赦ください。本当に今ね、見ても恥ずかしいんですけども、恥ずかしいところをどんどん晒していこうかなと思いまして、こちらに今度掲載させていただきました。外食で儲けたい方、必見でございます。特別定額給付金がね、待てないよって方、第2弾が、なんか本来出るわけないじゃんとかね、出るまで待てないよとか、出ないと思いますよって方も、ご覧いただいて損はないと思いますんで、外食で儲ける方法、ファンクルの方を、ちょっとね、ここからご覧いただければ幸いでございます。それではまた情報が入りましたら、特別定額給付金につきましてはお話しさせていただきます。それまでは私はせっせとね、官邸にメールを送ってきます。皆さんおはようございます。今日は広島ビジネス女子チームの皆さんにとってもお得な情報をお届けしております。この情報っていうのはですね、つまり外食をすると儲かってしまうというお話なんですよ。外食をして儲かるってどういうことでしょうか。実はですね、このサービスに僕はもう10年近く利用してるんですよ。だから外食をしてもお金がですね、どん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 返ってくるという、もう外食したくてしょうがなくなるサービスなんです。それは何かと言いますと、覆面調査員というやつなんですよ。ミステリーショッパーとも言いますね。有名なところで、ショッパーズアイっていうところですね。ファンクル、グルリザ、いっぱいあるんですけども、僕がよく利用するのは、このファンクルってところですね。ファンクル、人気者のファンが、来るっていうことでしょうかね。そしてファンっていうのは楽しいって意味もあります。はい。どのような形で儲かってしまうのかというのを簡単にご説明いたします。まずですね、ファンクルが指定する店舗というのが広島市内横川周辺、それからアルパークの近くにも数ありますんで、そこの店舗を利用するわけなんですよ。そうすると、お店によっても変わるんですけども、例えば5000円使えますよね。そうすると、その時は5000円お店に払うんですけども、後からですね、あなたのネットの口座にですね、店舗によって違うんですけども、利用金額の 30% とか 50% が帰ってくるんですよ。僕の場合はエディという電子マネーで帰ってくるんで、利用してもうその月の終わりにはですね、携帯電話の方にエディで5万円ほど
帰ってくるわけですよね。で、外食する金額すごくたくさんあるように見えるんですけども、まあ3割から5割ぐらい帰ってくるわけなんですよ。じゃあこれだったら、ちょっと待って待って、5000円使って3000円しか戻ってこないじゃないというふうに思われるでしょう。ここなんですよ。じゃあですね、お一人で外食ってするでしょうか。あんまりしないですよね。ロイヤルホストも実は提携店になってるんですけども、ロイヤルホストでですね、まあ僕が行きますと、まあロイヤルホストは 50% バックとかが多いんですけども、まあ3人ぐらいで行きますよね。まあ商談をするとか、ちょっとまあランチをするとかします。まあ1人当たり1000円ランチですからポンと使ったとしますね。3000円お店に行って3人で使います。もうお借りですね。3000円のうち1500円バックが受けれるんですよ。ということは、僕は1000円払ってお店でロイヤルホストで食事をするんですけども、ドリンクバーとか取るんですけども、500円儲かるわけですよね。だからこういうのを利用してバックの大きい店舗でですね、まあ、何人かで連れ立っていくと。そうすると幹事をしたあなた、まあ幹事じゃなくてもいいんですけども、連れて行ったあなたがファンクルに登録、覆面調査員で登録してれば、みんなが使った金額、例えばまあディナーでしたらね、3000円のディナーを3人で行ったとしますね。そうすると全消費量が9000円ですけども、4500円エディでバックされて儲かってしまうという、もう毎日のように外食すればどん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 貯まるわけなんですよ。このようにしてですね、お得に外食をしていると。まあ、特に女性の方はランチタイムですね、お友達連れ立って外食をする、ランチ会をすると、この仕組みで携帯にポイントがバン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 溜まっていくんですよね。はい、では次の動画でどのようにそのサイトを見つけるのか説明していきます。引き続きご覧ください。続きの動画をお届けします。ちょっと声が小さいかもしれませんけども、ボリュームを上げてご覧ください。ファンクルというところに行ってみますね。まあ、ファンクルと、まあ、ひらがなでもカタカナでもですけど打ち込むと、まあ、このようなサイトが出てきます。はい、僕の場合はもうすでにログインした状態で表示されるんですけども、このですね、ポイントのところご覧になれるでしょうか。ここですね、1500ポイントとついております。はい、まあ、いろいろこう出てますけども、まずはそのリアルモニターというところ、ここですね、ここをクリックしてください。このように出てきます。都道府県、ここの都道府県の設定をですね、我々広島県ですから、広島としてエリア、まあ、僕の場合は広島市中心ですね、ここに合わせて検索してみます。そうするとですね、まあ、ロイヤルホストもあるんですけども、男のダイエットモニター、これね、モニター行くと3150円バックされるという、いろいろ出てきますね。体験がそれぞれ並んでおります。支払い金額の 100%、 要するに 100% バックでエステが受けられるというやつなんですけどもね。これ僕が好きなのはロイヤルホストです。上限5000円なんですけども、飲食代金の、あ、今 30% ですね。はい、バックされるわけですよ。まだまだ案件があります。これで2を押すと次のとこ行きますね。いっぱいありますね。はい、ここの本陣串屋広島八丁堀店、ここなんてのは夕食で何人かと行くと、まあ、上限1万円なんですけども、まあ、最大1万円こうバックしていただけると。もうそうですね、
10人ぐらいで3000円ぐらい使うと3万ですから、自分だけは7000円儲かっちゃうみたいな形になりますね。はい、まだまだ飲食店たくさんあります。ぜひですね、こちらの方クリックしていただいて、まあ、アンケートを答えてレシートを提出する必要あるんですけども、非常に簡単なんで、ぜひこちらの方ご利用していただいてですね、どんどんお得に外食、お得に体験してみてください。これもセルフバッグを利用した、覆面モニターということになっております。ミステリーショッパー、ぜひご利用ください。どうも、この度はこの書籍をご購入いただきまして誠にありがとうございます。あなたが外食をしたのにお金がもらえてしまう、そうですね、お金がもらえてしまうという、情報をお伝えしようかと思います。通常ですね、店舗で飲食をするとお金を払ってこないといけないですよね。で、まあ、居酒屋かどっかでですね、3000分ビールとか焼酎とかお水とか、まあ、唐揚げとかコロッケとか頼むわけですよ。で、3000分使いました。そうするとお店が終わった時に3000円払って帰ってこなければなりませんよね。では仮にですけども、3000円使ったのにありがとうございましたということでお店から1500円もらえたとしたらどうでしょうか。じゃあ、あなたがですね、友達を2人連れて行きました。全体として9000円使ったとしましょう。そしたら先ほどは3000円使って半額の1500円でしたから、3人で9000円使った時の半額はそう4500円ですよね。4500円があなたに、友達と一緒にお金使ってくれてありがとうねということで支払われたらどうでしょうかということなんですよ。あなたは外食をしたのに今度1500円差し引き1500円ですね、浮くということになるんですよ。世の中にはこういう仕組みが溢れているんですよ。溢れていて、ここの会社も感謝するわけですよ。大勢の人に利用していただいてありがとうございます。そこでですね、お店はあなたにアンケートをお願いするわけですよね。アンケートを書いてくださったら、イエスノー式の簡単なやつを20項目30項目ぐらいのやつを、まあ本当に10分ぐらいできるやつを書いてくれたら、調査費という名目で使った金額の3割とか5割をお返ししますよというのが、このビジネス、いわゆるサービスの概要です。どうせ外食するんだったらですね、この仕組みを使ってお店に貢献しながら、無駄のなく無駄のない出費をしたいと思いませんか。この仕組み知らない人、行きました、お客様アンケートを書きました、3000円使った、終わり。まあ、それでもいいんですけどね、十分楽しいんですけども、バッグもらってこの店を育ててあげてくださいってことなんですよね。はい、これが今日お届けする、特典動画の一つ目になります。ぜひどんな作業をすればいいのか次の動画で紹介しますので、試してみてください。次の日からあなたはこの仕組みを使ってウキウキ外食ということになります。こうやってですね、物事の幹事をするときでもちゃんと利益を得ることができるので、喜んで幹事をすることになります。今までの幹事さんは文句ばっかり出て自腹を切ることも多かったでしょう。大変な思いばっかりしました。でも本来の幹事さんの役目っていうのはこうであるわけじゃないですか。あなたが友達を連れて行かずに他の店行ったら、この店っていうのはそもそも集客売り上げも立たなかったわけです。利益も取れなかったわけです。あなたが知り合いを呼んでここでパーティーをですね、飲み会をしてくれるっていうことで、このお店には多大な貢献があるわけですから、報酬を受け取ってもいいんじゃないでしょうかということですね。この店も広告費もかからずにちゃんとお客さん集めれるんで、売り上げ取れるんで、とってもいいビジネスモデルだと思いませんかということですね。皆さんにも参加することをお勧めします。はい、よろしくお願いします。
の動画をお届けします。ちょっと声が小さいかもしれませんけども、ボリュームを上げてご覧ください。ファンクルというところに行っていますね。ファンクルと、まあ、ひらがなでもカタカナでもですけど打ち込むと、まあ、このようなサイトが出てきます。はい、僕の場合はもうすでにログインした状態で表示されるんですけども、このですね、ポイントのところご覧になれるでしょうか。ここですね、1500ポイントとついております。はい、まあ、いろいろこう出てますけども、まずはそのリアルモニターというところ、ここですね、ここをクリックしてください。このように出てきます。都道府県、ここの都道府県の設定をですね、我々広島県ですから、広島としてエリア、まあ、僕の場合は広島市中心ですね、ここに合わせて検索してみます。そうするとですね、まあ、ロイヤルホストもあるんですけども、男のダイエットモニター、これね、モニター行くと3150円バックされるという、いろいろ出てきますね。体験がそれぞれ並んでおります。支払い金額の 100%、 要するに 100% バックでエステが受けられるというやつなんですけどもね。これ僕が好きなのはロイヤルホストです。上限5000円なんですけども、飲食代金の、今 30% ですね。はい、バックされるわけですよ。まだまだ案件があります。これで2を押すと次のとこ行きますね。いっぱいありますね。はい、ここの本陣串屋広島八丁堀店、ここなんてのは夕食で何人かと行くと、まあ、上限1万円なんですけども、まあ、最大1万円こうバックしていただけると。もうそうですね、10人ぐらいで3000円ぐらい使うと3万ですから、自分だけは7000円儲かっちゃうみたいな形になりますね。はい、まだまだ飲食店たくさんあります。ぜひですね、こちらの方クリックしていただいて、まあ、アンケートを答えてレシートを提出する必要はあるんですけども、非常に簡単なんで、ぜひこちらの方ご利用していただいてですね、どんどんお得に外食、お得に体験してみてください。これもセルフバッグを利用した、覆面モニターということになっております。ミステリーショッパー、ぜひご利用ください。